イベルトをご覧の皆さん、薄井紗龍です。このコロナの時期でなかなか皆さんとお会いすることができずに、ちょっと何か今いろいろできたらいいなっていうのを考えています。もちろんなんかこんな時代にならなかったらイベントをやる予定だったんですけれども、ね、これからどう過ごそうかなと思われている方、ぜひ参考になればと思いまして、普段過ごしてる何かを紹介できたらなと思って、こうやって動画を上げさせてもらいました。ですね、私はこの期間、自分が興味にある、食べ物を作ったりしてました。ジンジャーシロップ作ったり、あと、週に1回手の込んだ料理をしたりとか、例えば角煮で長時間煮込むとか、ね、そういうのをやったりとか、あとは、テレビだと、アニメを見たりとかずっとしてました。ね、昔のアニメから新しいアニメで、見てないものを見たりとか、あとちょっとそれが飽きると映画見たりとかして過ごしてました。まあ、見るとずっとね動画系なんですけれども、やっぱりそういったものでね見て、ああ元気出たなとか思って、だからぜひ皆さん私の DVD 見て元気が出るんだったら見てください。そして、ちょっとね、いろいろ緩和されたら、ぜひぜひイベントをするので、足を運んでいただけたら、すごく嬉しいです。ね、私も早く皆さんに、元気してたとか、また元気な顔をもらって、私も元気をもらえるので、ぜひぜひ会いに来てください。なかなか会えない人はね、もう、私心配してるんだね、ぜひ会いに来てください。無理にとは言いません。でもぜひ私が活動してる間に一回はぜひ顔を見せに来てください。それではまた皆さんお会いしましょうね。薄井紗龍でした。ありがとうございます。またねみんな。